オーストラリア廃魚、ネオケラトダス・フォルステライ。胸びれと腹びれの根元に筋肉がついている。体びれとは、魚のひれの内左右で体になっている胸びれと腹びれを刺す。進化の過程で、獅子動物の獅子の起源となったとされる。体義後の不追びれは、脊椎に沿って生じた、小中びれ。体びれは体になっているので、左右のバランスや、 水平のバランスを取る働きなどに関わっている。全身は尾びれや全身の力が主に使われるが、胸びれを細かく使う泳ぎ方をする魚も見られる。一般には外洋を素早く泳ぐ魚は、胸びれをあまり使わず、位相や低質近くでゆっくり泳ぐ魚が胸びれをよく使う。特殊な例としては、飛び魚は胸びれを広げて水中から飛び出して、滑空することで有名であるが、 胸びれとともに腹びれも発達している。同様に滑空するために発達した胸びれは、バタフライフィッシュなどにも見られるが、腹びれは発達していない。また、低制魚では、胸びれや腹器が底を砂取ったり張ったりするために、特殊な発達をしたものもある。ハゼ類やダンゴール類では、腹びれは、左右が融合して吸盤になっているものもある。ホウボウやオコゼ類には、 胸びれや腹びれの一部がバラバラになって自由に動かせ触手のように使えるものがある。サメやエイでは腹びれがオスの降雪器にもなっている。一般の魚類の一部にも卵体性のものなど体内受精のものがあるが、そのようなものでは降雪器の働きは尻びれが行うものが多い。 脊索動物の進化の過程から見ると、タイびれは、普通びれよりも後に生じたものである。原生の動物で見ても、円孔類である。ヤツメウナギなどには、背びれや尾びれに類するものはあるが、タイびれは、持っていない。ナメクジウオもそうである。化石からも、古生代の魚類では無学類の多くは、タイびれを持っていない。このかピカイヤなども、背びれや尾びれのような部分があったようなので、 脊索を持ち、体を左右にくねらせて泳ぐための適応として、垂直方向の突出が発達したものと考えられる。体びれを持たないものにも、胸のあたりに左右に張り出したヒレのような形の突起を持ったものもある。最初に体びれを持っていたのは、ヤモイキウスなどを含む、血光類である。彼らの覆面には体に沿って、細長いヒレが一つにあったと考えられる。 無学類にも胸びれを一水持つものがいくつか知られるが、それらの系統関係はあまりはっきりしていない。ついで、顎を持つ魚類のトゲウオ類は、より魚類的な姿で、名前の由来は、すべてのヒレの先頭にはっきりとしたトゲがあることだが、この仲間には、覆面の左右に数体のヒレを持っていた。先頭の体が、やや大きく、後方のものが次第に小さくなっていた。これらのヒレは、 基部が幅広くなって、体に続いており、動かして、水をかいていたものではなさそうである。それ以後の魚類は、大抵に体の耐えびれを持っており、一体は、エラの後ろにあって、胸びれ、後方の一体が、腹びれとなっている。軟骨魚類のサメ類では、胸びれは、エラのすぐ、後ろ、腹びれは、肛門の直前にあり、いずれも、覆面下側から左右に水平に突き出し、 あまり動かすことはない。これに対し、同じく軟骨魚類のイでは、胸びれは大きく発達し、これを波打つように動かすことで遊泳する。甲骨魚類の、いわゆる古代魚といわれる魚類では、胸びれは、エラブタの後ろの覆面側にあって、煽るように動かすことができる。腹びれは胸びれに近い形で、肛門の前にある。特に、肺魚類やポリプテルス類では、これらを動かして、 水底を這うように泳ぐ。このような使い方をするものから、両生類の死子が進化してきたものと考えられる。それ以外の一般の魚類である、新骨魚類では、胸びれは、体の側面に移動し、エラ豚の後ろで上に折りたたんで、上面を体に沿って伏せられるようになっている。また、腹びれは前方へ移動する傾向があり、場合によっては、胸びれの間や、 さらにその前に位置する場合もある。いずれにせよ、腹びれは小さくなるものが多く、うなぎ類のようになくなってしまったものもある。現在、体びれの形成に関わる遺伝子が四肢の形成に強く関わるものとして研究対象となっている。ありがとうございます。